はい、こんにちは。ドンチャンネルです。9月28日の昼。久しぶりに精神分析の話をしようと思うんですよね。で、昨日、新しい自民党の総裁が決まりましたよね。まあ、石破さんになったんだけど、最初の、まあ、候補者9人の投票を読み上げるときに、こんなハプニングがありました。小泉君16票に衝撃のどよめき。小泉進次郎氏の党員票61票の読み間違いにネット思わず声出た。マジで？みたいな。27票、小泉君16票。あ、失礼いたしました。大変失礼いたしました。小泉進次郎君61票。で、事の詳細は、岸田文雄首相の後任を選ぶ自民党総裁選が27日に都内で投開票され、石破茂元幹事長が、決選投票の末に第28代党総裁に選出された。1回目の投票結果の発表途中、小泉進次郎元環境省の党員・党友による党員票について、逢沢一郎総裁選管理委員長が、小泉君16票と発表すると、場内から大きなどよめきが起こった。すぐに逢沢氏は、失礼いたしました。大変失礼いたしました。小泉進次郎君60票と訂正した。X 過去2、旧ツイッターでは、地方票、小泉君16票は、めちゃめちゃビビったわ。小泉進次郎さん16票、発表する立場も緊張するよね。小泉君16票って声出た。読み間違いだった？小泉君16票は思わず声出た。小泉君16票マジでって思ったわ。などの声が上がったっていうことをね、放置新聞社が、まあ、記事にしてるんだけど、これ昨日僕リアルで見てましたよ。それで、たった16票なのって思ったけど、画面には60票で表示されていたから、ああ、読み間違いだなって思ったのと同時に、精神分析の知識を持っている僕からするとね、ああ、この相沢さんっていう人、錯誤行為をしちゃったなっていうふうに思いました。ネット検索すると、錯誤行為っていうのは、記事になっていて、ちょうどいいのがあったんで、これ引用すると、フロイトはしくじる行為を何と呼んでいましたか？読み間違いに限らず、言い間違い、聞き間違い、やり損ない、置き忘れなど思いがけない言動を行うことを、フロイトは、失速、行為と呼びました。失語行為か。例えば、その結婚を、心底では、まあ、心ね、心底では、願ってもいない出席者が披露宴の祝辞で、本日は誠にご愁傷様です、と、口走ったという笑い話もありますね、みたいな。本日はお日柄もよろしくとかいうおめでたい方の祝辞を言わなきゃいけないのに、つい本音が出てしまって、まあ言い間違いましたということになるんだけど、本日は誠にご愁傷様ですと、結婚式の時にね、あ、披露宴の時に言っちゃったっていうことを錯誤行為の例としてこの文章は出しています。まあ、例えば、ある会議の議長になった人が、本当はその会議を開きたくない、その時に、はい、それでは閉会します。今から会議を開会しますという宣言をしなきゃいけないのに、つい口を滑らせて、閉会しますって言っちゃったりね。まあ、本人も気づいていない、本人の無意識が間違ったことを言わせる。間違ったというか、それはその人の本音なんじゃない？と僕は思いました。でね、この相沢さんってどういう立場の人なのかって、ネットでちょこちょこって見たけどさ、まあ、
キャリアもある人なんだけど、ウィキペディアを見るとさ、当選がさ、石破さんと一緒なんですよね。で、それぞれ、石破さんは二世議員、逢沢さんは三世議員ということでね、まあ当時、まあそういうふうにね、二世三世議員誕生みたいに報じられていたんですよね。ということは、この逢沢さんはこう、心情的にはね、石破さんに近い人なんじゃない？だから、小泉進次郎氏がさ、まあ、61票も取っちゃったらさ、61票も取ったことを受け入れられてないんですよ、彼の中じゃ。だからつい16票ぐらいでいいんじゃない？みたいな 60票とは読み上げられなかったんですよ、彼の無意識は。小泉進次郎、まあ若い議員の台頭を許せなかった。なぜなら、逢沢さんは石破さんに近い人だったから。っていうことかなとね、僕、精神分析を学んだ僕は思っちゃったんですね。興味のある人は、まあ、錯誤行為とかで、まあ、ネット検索してみてください。まあ、いろいろ人の無意識についての話がね、垣間見れるんじゃないでしょうか。みたいなね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。